世界を救う？はい。申し上げた通り、私はこの星は様々なコンテンツを育むですが、今この星はオワンダルという星の侵略を受けて危機に陥っているのです。攻め入ったアンチの軍勢はエモの国々を荒らし、コンテンツを、アンチとかオワコンとか、私たちとしてもあまり聞きたくない単語ね。とにかくヤバいってことだけはわかるわ。今までも多少のアンチの騒動ならエモに備わるセキュリティマシンで対処できたのです。ですが今回はオワンダルという一つの星が突如としてアンチの軍勢を、なるほど。はい。この星の住民もアンチの前では抵抗もかなわず、だんだんと追い込まれています。このまま惑星、そうなる前に私はエモのコアの力を使い、承諾もなくお呼びした無礼を承知でお願いします。どうか私たちの惑星を、いえ世界をお救いください。なるほどなるほど、今回はそういう展開なんだね。でも主人公オブ主人公のこの私に救いを求めるなんて分かってるね。うわ、あの人自分のこと主人公とか言ってる。なんかちょっとヤバい人たちかも。そうだね。ちょっとも、え、文句って、ちょっと待った、しん、あんたも同類かい。のむむ、まさかのダブル主人公、これはならないわよ。ふっふっふ、この地上み、あんたも乗っかってるんじゃないわよ。私み、ミューちゃんと二人でミュートラルっていう VTuber やってるんだ。ネプテューヌだよ。なんか通じ合っちゃって、ここまでミーと波長が合う人初めて見た。ネプテューヌが二人になったみたい。にぎやかで良いではありませんか。あの、話の、はいはい、世界を救ってほしいんだよね。任せてよ、そういうの得意なんだ。世界を救う VTuber ってすごくない？ミー、ちょっと待った。なに、ゆうちゃん。ねえフェアさん、ちょっと言わせてもらっていい？何でしょうか。女神だかなんだか知らないけど、この人たちはなんかすごい力。でも私たちは VTuber、 ただの一般人ですよ。戦う力なんてありません。あるよきっと。転生したら異能力がもらえるみたいな感じでさ。あるよね。その質問にお答えするためには、私たちの住む世界バーチャランドには、私の守護する惑星エモをはじめ広大な電脳宇宙に数多くの惑星が存在しています。惑星には創造の力を宿すコアがあり、それにより惑星の大地が生まれ、そして惑星独自の娯楽文化、そう、私の守護する惑星エモもコアによって惑星の大地が生まれ、多くのコンテンツが生まれ、今や惑星オワンダルの侵略によって一部のコンテンツは見る影もないのですが、何が言いたいかと言いますと、あらゆるコンテンツが生まれるこの世界では、ミー様、ユー様のお二人には可能性が見えました。唯一無二のエンターテインメントとして未来に羽ばたく可能性です。それって私たちが VTuber として成功するってこと？
単純に喜んでもいられないわ。成功する以前にこんなところにいたら VTuber としての活動すら。は、本当だ。巻き込んでしまいすみません。ですが返すことはできません。皆さんは、そしてもう一つお伝えしなければならないことがあります。実は侵略の影響で、こう、そして転送された VTuber の皆さんが侵略者の標的となり囚われてしまいました。コンテンツの魂を集めようとする惑星オワンダルの先導者カドの手によって。それって大変じゃん。はい、私のせいです。すみません。じゃあその VTuber たちも助けないと。あれ、もしかしてライバルが減るんだから助けない方がいいの？ゆうちゃん、目がマジだよ。冗談よ、見捨てるわけないじゃない。助け、もっとひどいこと企んでた。なんだかやられ放題ね。あなた、この花から他人の力に頼るのも気に入らない。すみません。ブラン、言い過ぎですわよ。同じ女神でも私たちとはあり方が。いえ、惑星の窮地に際して何もできず、ダメダメな女神です。私、違うよ、フェアちゃん。みいつだって悪いことした人が悪いんだよ。だからそのカドって人には私がガツンって言ってあげる。言ってわかるような相手とは思えないけど、一発ぶちかまし。ありがとうございます。ネプチューヌはやる気になってるみたいだし、どうせこのまま私たちも、きっとそういう展開になりますわね。でもどうやって戦うの？それでしたら、なんかここは電脳宇宙バーチャランド、本来生身では来る守護女神の皆さんはその衣装で。なるほど、つまりはこつ。身も蓋もないこと言わ。じゃあなんで私たちはそのまんまなの？それは私たちが ねえ女神様、さっき私たちに。ぶっちゃけそんな感じは。それは、綺麗な光。これは惑星エモのコアニのコンテンツになる前の種。この力を受け取れば。あ、おお、武器が出てきたよ。これは銃？かっこいい。これが私たちの。待って、この銃カメラも。本当、カメラ面白いけどへんてこな武器だ。なぜそのような形状の武器なのかは。ですがコアがネプテューヌ様、きっとそれを持つことでネプテューヌ様。こっちもすごいね。剣なのに楽器にもなって。私は弓ね。こっちも楽器になって。剣かね、ゆちゃん。そうね、私も弓が合ってる気がするし、ミンとユウの武器もなかなか。そっちのカメラ付きの銃も楽しそうだよ。だね。ゲームで鍛えた私の腕バリバリ見せちゃうんだから。頼もしいですね。それでは早速ですが、どうか侵略者から。よし、それじゃあ始めよう。
と、いきなりバラバラなんて。人の心配している場合、またそれは。いずれにしてもバラバラでいるよりは合流して力を合わせと言っても、こっちもここがどこだかわからない。じゃあ皆さん聞こえます？ケア聞こえるよ。すみません、何分初めてのことでして。あの子たちは無事なのね？はい、別の場所ではありますが、そう遠くではありません。そこから先に向かっ…わかったわ。じゃあ気をつけてください。いつ戦闘になってもおかしくないってことね。任せて。どうせ最初はネプチューヌ様たちなら大丈夫だと思います。いや、あの子たちに焦らないで慎重にって。かしこまりました。皆さん、それでは。よし、みんな様から、焦らずに気をつけるようにと。分かった。それではミー様、任せて。まさかのっけからバラ。でもそんな遠くじゃないって言ってた。そうね、頑張って早く。よし、それじゃあ。
現在地を確認。私の番ね。見たいわよ。どうかしら。さあ。投げるわよ。ネプティーヌ、何？本当だ。思っていたより見た目で油断させる手かもしれない。もう撃っちゃダメかしら。撃っちゃえ撃っちゃえ。ちょっと待ち。お前らネプティーヌたちだろ。すごーい。おーおー、響き渡ってるぜ。不真面目で面倒くさがりだってな。面倒なことは理由をつけてすぐサボるんだろ。あ、なんだのその間違った情報。合ってるわ。合ってるじゃない。概ね合ってます。ちょっとみんなまで。そっちの黒髪はぼっちのノワ。はぁ、誰がぼっちよ。お前夕べは眠れなかったんだってな。今日みんなに会うのが楽しみすぎて。違うわよ。そっちのブランは小説を書いているようだが、同人イベントに出ても大して売れん。なんで知ってる。じゃなくてぶっ殺すのため。このように評判は轟いていつーわけでお呼びじゃねえんだよ。ムカつくー。ねえ、感じ悪いに。ギッタギタにしてやるぜ。私も久しぶりに怒り浸透ですわ。いくよー。みこれにしますわ。打ちますわ。狙いますわ。打ちますわ。
なんだろう。急におとなしくなって行っちゃった。浄化されたってことなの。それにしても最低。本当だよ、私のことを妬んだ誰か。そうね、まったく悪質。次は余計。皆さん、ペア、ちょっとアンチって私の世界にもいるあのアンチ。この世界では特別な対象に怒りや私たちに倒されたアンチ。それこそが倒せばアンチではなくなった。単純、大いに結構じゃねえか。ほら、よし、じゃあアンチを。ミー様、ユウ様との合流場所はすぐそこです。この子たちは大丈夫か。しておきましょう。これにしますわ。
子たちは少し心配で、すれ違いになる可能性もあるわ。ご安心ください。あの、そっか、そうね、ちょっと。もしかして君たちがニュートラルのミーとユ？そうだけど。そりゃもちろん。最近ちょっと再生数が伸びたからっていい。はあ？はあ？ VTuber なんてトークはつまらないし、ネタはありきたりだし、だ、どうせ中身はおっさん。むかー、おっさん。おい、こら待て。 VTuber なんてみんな嘘つきだね。それよりテレビの方が面白いに決まってる。日曜の夜は野球を見てビールを飲むんだ。ああ、あんた可愛らしい見た目。おっさんというか、いわゆる老害ね。そんなことないかつ、僕は可愛らしいアンチだかつ。さっきまでそんなゴミなかっていうか、かつってそこ。わしの偽装が見破られるとは。来るわよ、任せて。どうしよう。やっ、やっ、やっ、はっ、とどめ、じゃあ、はっ、え、ぶっ飛んじゃう。やっ、いた、どうしよっかな。決めた。キーカー、とどめ、やっ、はっ、そこそこ。
狙い撃ち。追い詰めたら集まり行くよ。もらった一網打尽よ。行くよ。突き槍そこもらった。とどめよ。とどめよ。そこそこ狙い撃ち。もらった。とどめよ。やはそこよし。とどめよ。そこよし。狙い撃ち。はわー、わしは何をしとった。まったく、なんで。でも懲らしめたらそうね、毒気が抜かれたみたいになってたわね。その通りで。その声はメアちゃん。ヤッホー。はい、お二人の活躍を見守っておりました。見てたならアドバイスぐらいしてよ。すみません、あまり普通に戦われてたので。まあまあいい。それよりネプテューヌちゃんたちは。皆さんご無事ですよ。そっか。そこ、え、そこ狙い撃ち。私に任せて。チェンジ。え、そこ、はっはっはっよはっ、そこよし、とどめよ。はっはっ、そこ狙い撃ち。もらった。はっはっ、そこ敵を見つけたわ。よし、はっ、とどめよ。え、もらった。はっ、狙い撃ち。やはっ、はっ、そこよし、よし、はっ、作動、はっ、作動させてみましょう。はっ、はっ、え、はっ、よし。やはっ、はっ、やはっ、はっ、はっ、と、はっ、突き槍よっ、あっと、あっ、キック、あっと、よし、はっ、はっ、とどめよ、と、そこ、もらった、よし、はっ、はっ、よっ、やはっ、と、よっ、もらった、はっ、やはっ。よし、はっ、もらった、とどめよ。はっ、はっ、はっ、やはっ、そこ、もらった。そこ、そこ、はっ、はっ、はっ、よし、はっ、はっ。覚悟はいい。と、よ、と、はっ、よ、はっ、よ。逃さないわ。よっ、やはっ、はっ、はっ、焼き付けなさい。折れるわけには。ハローボー、ホロライブ所属ゼロ期生バーチャルロボットのロボコさんだよ。はじめましての方は、はじめまして。普段は YouTube でゲームや雑談、ASMR 等を配信中。よかったらチャンネル登録して遊びに来てね。また会えるかな？うん。慎重にね。やはっ。と、やはっ。よっ。行くよ。そこ、はい、そこ、そうね、上に行くよ。はっ、はっ、そこ、とどめよ。はっ、え、そこ、とどめよ。はっ、はっ、はっ、もらった。ささっと、さあ、とどめ。
ゆきんこちゃん、こんしろです。おーい、まっしろに会いに来てくれ。慎重にね。よっ、戦う準備はできてるわ。私に任せて。妖精の加藤紅よ。モデルは古代中華4000年の情熱。タイプは炎強襲型。よろしく頼むわね。極地を目指すわよ。見えてきました。あそこが合流地点です。意外とあそこで誰か手を振ってる。あーあ、ね、みーゆう二人とも変なアンチがいたけどババーンってやっつけたよ。倒すって言っても傷つけるわけじゃない。この武器は攻撃するっていうより私たち、まさにそのと、皆さん、先ほど龍様がおっしゃった通り、悪意ばかりを増幅され歪められて、そうすることで一度戦っただけでそれに、あ、やるじゃないユウ。悪くない。あれ、なんか真っ赤になっちゃった。ユウちゃんは意外とテレ屋さんなの。お休みのところ申し訳ありません。敵って、いえ、それよりもっと上位の存在。ついにボスのお出ま、気をつけてください。みんなで力を。油断は禁物でしたら勢いに任せ。そうね。よし、どうするの？